監督会見でビッグボスっていう言葉を言ってなかったら、これこのビットポイントさんに採用されてないとかないですよね。でも一言でこういうふうな契約を結んでもらえるっていうのはもう嬉しいですね。新アンバサダーに就任されましたビッグボス新庄剛志さんです。大きな拍手をお願いいたします。よろしくお願いします。ビットポイント就任させてもらいましたビッグボスです。鮮やかなビットポイントブルーの袴、はい、お似合いですね。これはね、来年のファイターズのユニフォームなんです。じゃん。背番号1番と書かれています。はい、ビットポイントの、ね、ビッグボス新庄さん、このネーミングビッグボスっていうのは小田社長いいですね。いや、すごくいいと思いますね、はい、あのビットポイントのビッグボスぜひお願いしたいと思います、はい、よろしくお願いします。お願いします、はい、本当にアンバサダーっていうよりもですね、はい、新庄さん、はい、ビッグボスっていう言葉がしっくりきますね、やっぱり。確かに、はい、そうですね、はい、監督会見でビッグボスっていう言葉を言ってなかったら、これこのビットポイントさんに採用されてないとかないですよね。でも本当にいろんなご縁だなと思ってまして、はあ、やっぱりビッグボスっていうキーワード、あれやっぱり大きかったんじゃないかなと思ってまして、はい、でもそれがあって今回ですね、ご縁をいただいたんじゃないかなと思ってます、はい、はあ、不思議なもんですね、人生って。一言でこういうふうな契約を結んでもらえるっていうのはもう嬉しいですね。ビッグボスっていうのはずっと考えていらっしゃったんですか？違う、あのね、僕海外バリ島で住んでた時にハーレーダビッドソンを買いに行ったんですよ、はい、で玄関入ってすぐ2分後にあ、これちょうだいって現金をバンって出したんですよ。そしたらそのスタッフのアントンっていうスタッフがビッグボスだ。普通はボスらしいんですけど、そんな2分で決める人間いないやっていうことでビッグボス。そこで僕が聞いて響きいいなと思って、でみんなにあの俺ビッグボスだから呼んでっていうことで、ただそれをただあの会見で言っただけ、うん、面白いでしょ。面白い、バリ島初だったんですね。はい、